谷崎純一郎作「春金春金本当の名は津屋こと大阪・土庄町の薬師匠の生まれで没年は明治19年10月14日。 墓は市内下寺町の浄土宗の坊寺にある。せんだって通りかかりにお墓参りをする気になり立ち寄って案内を請うと、もずやさんの墓所はこちらでございます。と言って寺男が本堂の後ろの方へ連れて行った。見ると、 一村の椿の木陰にモズヤ家代々の墓が数寄並んでいるのであったがことめの墓らしいものはその辺りには見当たらなかった昔モズヤ家の娘に近々の人があったはずですがその人の輪というとしばらく考えていてそれならあれにありますのがそれかも分かりませぬ と、東側の急な坂道になっている段々の上へ連れて行く知っての通り下寺町の東側の後ろには生玉神社のある高台がそびえているので今言う急な坂道は寺の境内からその高台へ続く斜面なのであるがそこは大阪にはちょっと珍しい樹木の茂った場所であった。 琴音の墓はその斜面の中腹を平らにしたささやかな空き地に立っていた「皇与春金、継承前提に」と墓石の表面に本名を記し裏面に俗名文ズやこと「郷春金、明治十九年十月十四日没」。 仰年58歳とあって側面に「門人ぬくい井佐助健士」と記してある琴音は生涯文字矢清を名乗っていたけれども門人ぬくい健行と事実上の夫婦生活を営んでいたので各文字家家の 墓地と離れたところへ別に一揆を選んだのであろうか寺男の話ではモズヤの家は遠に没落してしまい近年はまれに一族の者がお参りに来るだけであるがそれもとめの墓をおとなうことはほとんどないのでこれがモズヤさんの身内のお方のものであろうとは思わなかったという。 するとこの仏様は無縁になっているのですかと言うと「い,いえ無縁というわけではありませぬ」「萩野茶屋の方に住んでおられる七十格好の老婦人が年に一二度お参りに来られます」「そのお方はこのお墓へお参りをされてそれからそれここに小さなお墓があるでしょう」とその墓の左脇にある 別の墓を指しながらきっとその後でこのお墓へも光景を手向けて行かれますお享領などもそのお方がお分けになりますという寺男が示した今の小さな墓標の前へ行ってみると石の大きさは琴めの墓の半分くらいである表面に「神仰近代正道紳士」と記し 裏面に俗名「睦井佐助」「剛近代」「ずや春金門人」「明治四十年十月十四日没」「行年八十三歳」とあるすなわちこれがぬくい健康の墓であった萩野茶屋の老婦人というのは後に出てくるからここには特米ただ この墓が春菌の墓に比べて小さくかつその墓石に門人である旨を記して死後にも指定の礼を守っているところに健康の意志がある私は檻から夕日が墓石の表に赤々と照っているその丘の上に佇たずんで却下に広がる大大阪市の景観を眺めた けだしこの辺りは浪速の昔からある丘陵地帯で西向きの高台がここからずっと天王寺の方へ続いているそして現在では梅園で痛めつけられた木の葉や草の葉に生殖がなく埃まびれに立ちかれた大木が殺風景な感じを与えるがこれらの墓が建てられた当時は もっと鬱と鬱蒼ししていたであろうし今も市内の墓地としてはまずこの辺が一番感性で見晴らしの良い場所であろう。苦しき因縁にまとわれた二人の指定は有毛屋の底に大ビルディングが数知れず、帰立する東洋一の工業都市を見下ろしながら永久にここに眠っているのである。 それにしても今日の大阪は賢行があり私費の面影をとどめるまでに変わってしまったがこの二つの墓石のみは今も浅からぬ指定のちぎりを語り合っているように見える元来、沼井健康の家は日蓮宗であって健康を除く沼井一家の墓は賢行の故郷豪州日野町の傍氏にある 健康が不祖代々の収支を捨てて浄土宗に変えたのは墓になっても春金目のそばを離れまいとする順条から出たもので春金目の生存中早くすでに指定の法名この2つの墓石の位置釣り合い等が定められてあったという目分量で測ったところでは 春金目の墓石は高さ約6尺、天候のは4尺に足らぬほどであろうか。2つは低い石畳の段の上に並んで立っていって、春金目の墓の右脇に人ともと松が植えてあり、緑の枝が墓石の上へ屋根のように伸びているのであるが、その枝の先が届かなくなった左の方の2、3尺、 離れたところに、健光の墓が、亀久所として、地座するごとく控えている。それを見ると、生前、健康が、まめまめしく死に仕えて、影の形に沿うように故障していたありさまが、忍ばれ、あたかも、石に霊があって、今日もなお、その幸福を楽しんでいるようである。私は、春金めの、 墓前にひざまずいてうやうやしく礼をした後健康の墓石に手をかけてその石の頭を愛武しながら夕日が大死街の彼方に沈んでしまうまで丘の上に停滞していった近頃私の手に入れたものに「モズや春金殿」という小冊子があり これが私の春金目を知るに至った端緒であるが、この書は気づきの和紙へ4号活字で印刷した30枚ほどのもので、察するところ、春金目の三回忌に弟子の健康が誰かに頼んで死の電気を余せ、配り物にでもしたのであろう。されば内容は文章帯で綴ってあり、健康のことも 三人称で書いてあるけれどもおそらく材料は健康が授けたものに違いなくこの書の本当の著者は健康その人であると見て差し支えあるまい伝によると春菌の家は代々もずや安左衛門を称し大阪道州町にずして薬種章を営む。 春金の父に至りて七代目なり母・茂女は京都府屋町の跡部市の出にして安左衛門に貸し二男四女を継ぐ春金はその第二女にして運政十二年五月二十四日をもって生まれるとあるまたいわく俊よ用にして英語 クわうるに容詞淡霊にしてうがなること例とえんに物なし4歳の頃より舞を習いけるに虚そ身体の方おの図から備わりてさすて引く手の遊園なること舞子も及ばぬほどなりければ死もしばしば舌をまきて哀れこの子この財と質と思ってせば 天下に共鳴をうたわれんことを期して待つべきに、両家の子女に生まれたるは、幸とや言わん、不幸とや言わんとつぶやきしとかや、また早くより読みかけの道を学ぶに上達すこぶる速やかにして、二人の兄をさえ両家下りき、と、これらの記事が。 春菌を見ること神のごとくであったらしい健康から出たものとすればどれほど心を置いてよいかわからないけれども彼女の生まれつきの要望が「丹麗にして効果」であったことはいろいろな事実から立証される当時は夫人の身長が一体に低かったようであるが彼女も身の丈が五尺に満たず 顔や手足の道具が非常に小作りで繊細を極めていたという今日伝わっている俊金目が37歳の時の写真というものを見るのに輪郭の整った売りざね顔に一つ一つ可愛いい指でつまみ上げたような小柄な今にも消えてなくなりそうな柔らかな目鼻がついている。 何分にも明治初年か慶応頃の撮影であるから所々に星が出たりして遠い昔の記憶のごとく薄れているのでそのためにそう見えるのでもあろうがその朦朧とした写真では大阪の富裕な長家の婦人らしい気品を認められる以外に美しいけれどもこれという個性のひらめきがなく 印象の希薄な感じがする年格好も37歳といえばそうも見えまた278歳のようにも見えなくはないこの時の春勤目はすでに両目の目を失ってから24年の後であるけれども盲目というよりは目をつぶっているというふうに見えるかつて 佐藤春雄が言ったことに、同社は愚人のように見え、盲人は賢者のように見えるという説があった。なぜならつんぼは人の言うことを聞こうとして、眉をしかめ、目や口を開け、首を傾けたり仰向けたりするので、なんとなく間の抜けたところがあるしかるに、盲人は静かに淡挫して、首をうつむけ、 名目真摯するかのごとき様子をするからいかにも感慨深そうに見えるというのであって果たして一般に当てはまるかどうかわからないがそれは一つには「仏菩薩の目」「次元自主受称」という自願なるものは半眼に閉じた目であるからそれを見慣れている我々は開いた目よりも閉じた目の方に 慈悲やありがたみを覚える場合には恐れを抱くのであろうか。されば春勤めの閉じたまぶたにもそれがとりわけ優しい女人であるせいか古い絵像の完全音を拝んだようなほのかな慈悲を感じるのである。聞くところによると春勤めの写真は後にも先にもこれ一枚しかないのであるという。 彼女が幼少の頃はまだ写真術が輸入されておらずまたこの写真を撮った同じ年に偶然ある災難が起こりそれより後は決して写真などを写さなかったはずであるから我々はこの朦朧たる一枚の映像を頼りに彼女の風貌を創建するより仕方がない読者はジ述の説明を読んで どういうふうな友達を浮かべられたか、おそらく、物足りないぼんやりしたものを、心に描かれたであろうか。仮に実際の写真を見られても、格別、これ以上にはっきりわかるということはなかろう。あるいは、写真の方が、読者の空想されるものよりも、もっとぼやけているでもあろう。考えてみると、彼女はこの写真を写した年、すなわち、 春勤めが37歳の折に健康もまた盲人になったのであって健康がこの世で最後に見た彼女の姿はこの映像に近いものであったかと思われるすると晩年の健康が記憶の中に存していた彼女の姿もこの程度にぼやけたものではなかったであろうかそれとも次第に 薄れ去る記憶を空想で補ってゆくうちにこれとは全然異なった一人の別な尊い女人を作り上げていたであろうか春勤殿は続けていわく「されば両親も乙女を見ること小中の玉のごとく五人の兄弟たちに越えて一人この子を帳愛しけるに」。 乙女9歳の時不幸にして眼筆を得幾ばくもなくしてついに全く両目の命を失いければ父母の悲嘆大方ならず母は我が子の不憫さに天を恨み人を憎みて一時強せるがうごとくなりき春近これより舞妓を断念してもっぱら古都三元の稽古を励み 地区の道を志すに至りぬと春敬の願出というのは何であったか明らかでなく殿にもこれ以上の記載がないか後に健康が人に語ってまことに凶暴和風に妬まれるとやらお師匠様はご器量や芸能が庶民に優れておられたばかりに一生のうちに二度までも 人の妬みをお受けなされたお師匠様のご不運は全くこの二度のご災難のおかげじゃと言ったのを思い合わせれば何かその間に事情が複在するようでもある健康はまたお師匠様のは風眼であったとも言った春勤めは甘やかされて育ったために凶慢なところはあったけれども言語動作が愛嬌に富み 目下の者への思いやりが深く、くわぶるに至って華やかな陽気な性質であったから、人当たりもよく、兄弟仲もむつまじく、一家中の者に親しまれたが、一番末の妹についていた乳母が、両親の愛情の変化なのを憤って、ひそかに子供を憎んでいたという。風眼とというもものは人も知るごとく、 下流病のばい菌が目の粘膜を犯す時に生ずるのであるから健康の意はけだしこのうぼがある手段を持って彼女を失明させたことを封するのであるしかし確かな根拠があってそう思うのか健康一人だけの創造説であるのか明瞭でない。 春勤めが後年の激しい気象を見れば、あるいはそういう事実が正確に影響を及ぼしたのかともせいせられなくはないがこのことに限らず健康の説には春勤めの不幸を嘆くあまり知らず知らず他人を傷つけ呪うような傾きがありにわかにことごとくを信ずるわけにいかない乳母の一件などもおそらくは島憶測に過ぎないであろう。 要するにここではあえて原因を問わずただ9歳の時に盲目になったことを記せば足りるそしてこれより舞妓を断念して古都三元の稽古を励み七竹の道を志したつまり春金名が重い音玉に潜めるようになったのは失明した結果だということになり 彼女自身も自分の本当の天文は前にあった。私のことや三味線を褒める人がいるのは私というものを知らないからだ。目さえ見えたら自分は決して音曲へはいかなかったのにと常に健康に術会したという。これは反面に自分の不得意な音曲でさえこのくらいにできるというふうに聞こえ。 彼女の凶慢な一端がうかがわれるが、この言葉なども多少健康の就職が加わっていはしないか、少なくとも彼女が一時の感情に任せて発した言葉をありがたく肝に銘じて聞き、彼女を偉くするために重大な意味を持たせた嫌いがありはしないか。前景の萩の茶屋に住んでいる道夫人というのは、しぎさわてるといい。 生田流の口頭で晩年の春欽と沼い健康に親しく仕えた人であるがこの口頭の話を聞くにお師匠様春欽のことは舞がお上手だったそうにござりますがことや三味線も5つ6つの自分から春末という健康さんに手ほどきをしておもろいなされそれからずっと稽古を励んでおられましたそれゆえ 盲目になってから初めて音曲を習われたのではないのでございます。良いお家の父さん方は皆早くから遊芸の稽古をされますのがその頃の習慣でござりました。お師匠様は当の際にあの難しい残月の曲を聞き覚えて一人で三味線に踊りなされたと申します。 そうしてみれば、音曲の方にも生まれつきの天才を備えておられたのでござりましょう。なかなか恩人には真似られぬことでござります。ただ、盲目になられてからは、他に楽しみがござりませぬので、一層深くこの道へお入りなされ、精魂を打ち込まれたのかと存じます、とのことである。こちらの説の方が本当なので、 彼女の真の才能は実は初めより音楽に損したのであろう舞踊の方は果たしてどの程度であったか疑わしく思われる音楽の道に成魂を打ち込んだとは言うものの整形の心配をする身分ではないから最初はそれを職業にしようというほどの考えはなかったであろう 後に彼女が禁局の師匠として門句を構えたのは別種の事情がそこへ導いたのでありそうなってからでもそれで生計を立てたのではなく月々土壌町の本家から仕送る金子の方が比較にならぬほど高くだったのであるが彼女の強者と贅沢とはそれでも支えきれなかったされば初めは格別将来の 木んもなくただ好きに任せて一生懸命に技を磨いたのであろうか天秤の才能に熱心が拍車をかけたので15歳の頃春金の技大いに進みて采配を抜きんで同門の師弟にして実力春金に被験する者一人もなかりきとあるのはおそらく事実であろう。四木沢曰く お師匠様がいつも自慢をされましたのに「春末健康は随分稽古が厳しいお方だったけれど私は身にしみて叱られたということがなかった褒められたことの方が多かった私が行くとお師匠さんは必ずご自分で稽古をつけてくだされそれはそれは親切に優しく教えてくださるので」 お師匠さんを怖がる人たちの気が知れなんだということでござります。でござりますから修行の苦しみというものを知らずにあれまでにおなりなされたのは天品だったねござりましょうと。けだし春敬はギアのお嬢様であるからいかに厳格な師匠でも芸人の子を仕込むような激しい待遇をするわけにいかない幾分か 手心を加えたのであろうその間にまた千金の家に生まれながら不幸にして盲目となった可憐な少女を庇護する感情もあったろうけれども何よりも死の健康は彼女の才を愛しそれに惚れ込んだのであった彼は我が子以上に俊敬の身を案じたまたま美容で欠席する等のことがあれば ただちに使いを道州町に走らせ、あるいは自ら杖を引いてみまった。常に春金を弟子に持っていることを誇りとして、人に吹聴し、玄人筋の門弟たちが大勢集まっているところで、お前たちは、もずやの恋さんの芸を手本とせよ。大阪ではお嬢さんのことを糸さん、あるいは父さんと言い、 姉妹に対して妹娘を小糸さんあるいは小さんなどと呼び分かることも現在もしかり春末健康は春金の姉にも手ほどきをしたことあり家庭的に親しかったので春金をかく呼んだのであろう今に腕一本で食べていかなければならないものが 素人の声さんに及ばないようでは心細いぞと言ったまた春勤をいたわりすぎるという非難があった時何を言うぞ死たる者が稽古をつけるには厳しくするこそ親切なのじゃわしがあの子を叱らぬのはそれだけ親切が足らぬのじゃあの子は天性芸道に明るく悟りが早いから捨てておいても進むところまでは進む 本気で叩き込んだらばいよいよ後世恐ろしいものになり本職の弟子どもが困るであろう何も結構な家に生まれてよすぎに不自由のない娘をそれほど教え込まずとも鈍根のものをこそ一人前に仕立ててやろうと力こぶを入れているのになんという心得違いを言うぞと。